こんにちは。音速パソコン教室の講師を務める初谷です。今回は無線 LAN とは一体何なのかについて図を用いて分かりやすく解説をしていきます。無線 LAN は無線と LAN の二つの言葉の組み合わせですから、一つ一つが理解できれば無線 LAN の意味を自動的に理解することができます。では、一つ一つの意味を理解していきましょう。まず無線とは何かというと、これはデータを電波に乗せて飛ばすものです。 テレビもそうですね。東京タワーのような大きい電波塔から発生られる電波にテレビ番組が乗っかってですねそして皆さんの自宅のテレビまで電波が届いてそしてそのテレビの機械でテレビ番組を再現して見ることができるわけですねそれからタクシーの無線もそうですタクシーの運転手さんの音声がデータになってそして電波に乗っかってそれぞれのタクシーに届くわけですね 無線はデータを電波に乗せて飛ばすものです。そしてもう一つ、LAN とはどういう意味かというと、LAN はローカルエリアネットワークの略なんですけれども、どういう意味かというと、インターネットに接続できる環境のことです。インターネットに接続できる環境。ですので、その二つの組み合わせである無線 LAN とは、電波でインターネットに接続できる環境のことなんですね。 その無線 LAN の反対は有線 LAN です。有線 LAN は電波ではなく配線でインターネットに接続します。有線は線があると書きますよね。無線は線がないと書きます。有線は線を使って配線でインターネットに接続できる環境のことです。では、この無線 LAN を使ってインターネットにどうやって接続できるのか、その仕組みを図を用いて解説をします。 今ご覧いただいている図が無線 LAN でインターネットが繋がる仕組みを解説している図です。まずインターネットがありますよね。そしてこのインターネットに接続してくれる玄関役のインターネット接続業者がいます。必ず皆さんはインターネットに接続できているとすればですね、このインターネット接続業者と有料で契約していることになります。インターネット接続業者の代表が よくテレビ CM をしている富士通が運営するニフティだったり、それから NEC が運営するビッグローブであったり、それからソニーが運営しているソネットだったり、JCOM というケーブル会社だったり、イオネットだったり、それからヤフーが運営しているヤフービー b b だったり。 インターネット接続業者と契約をして初めてインターネットに接続できるようになるんですね。大抵はですね、電気屋さんでパソコンを買うときに一緒にインターネットに接続するためにこういうインターネット接続業者と契約をしていることになります。そして、このインターネット接続業者から皆さんのご自宅に線が伸びているわけですね。インターネットのデータはこの線を通って皆さんのご自宅に来るわけです。この線は 地面の下にある光ファイバーのケーブルだったり、それから電柱の上にある線だったりするわけですけれども、とにかく線を通ってきます。そして皆さんのご自宅の中に入って、電話線差し込み口がありますよね。その電話線差し込み口から電話線を通っていくわけですね。そしてこのホームゲートウェイという機械はこれは何かというと、これはインターネット接続業者と契約するとですね、必ず自宅に送られてくる機械なんですね。 これがないとインターネットに接続できないんですが、この中に電話線差し込み口があってですね、この電話線でブスッとこう、皆さんの自宅の電話線差し込み口と、それからホームゲートウェイの電話線差し込み口を電話線で結ぶんです。そして、その電話線を通ってきたインターネットのデータが、今度はパソコンで見れるデータに変わるんですけれども、どうやって変わるかというと、このホームゲートウェイの中で変わるんですが、このホームゲートウェイの中に LAN ケーブル差し込み口という、 差し込み口があってですね、ここからパソコンに LAN ケーブルを使って有線で繋ぐか、もう一つ無線 LAN ルーターという機械をかまして無線つまり電波で飛ばすか、どちらかの方法でインターネットのデータがパソコンに届いてパソコンでインターネットのデータを見ることができるし、逆にパソコンのデータをインターネットを経由して誰かに送ることもできるわけです。ですから、もし家の中にこの インターネットに接続するための LAN ケーブルがごちゃごちゃ配線されているのが嫌だという方はぜひ無線 LAN ルーターを買ってですね無線でインターネットを楽しむようにしましょうちなみにこの無線 LAN ルーターは別途自分で電気屋さんで買わないといけないですインターネット接続業者と契約すれば自動的に家に送られてくるものではないですね自分で電気屋さんに行って無線のルーターくださいと言って買ってこないといけないですこの無線 LAN ルーターの有名なメーカーは バッファローか Io データですね。どちらかのメーカーであれば良いと思います。値段もマイナーだから安いということはありません。ほとんど同じくらいの値段です。5000円前後で買えたと思います。そして、この無線 LAN ルーターを買うときに気をつけなければいけないのは、この無線 LAN ルーターはですね、大きく2種類あるということです。この種類を間違えると、あの、そもそもの目的を達成できないので気をつけてください。その2種類とは何かというと、 ノートパソコンだけしか受信できないものか、無線を受信できないものか、デスクトップパソコンでも無線を受信できるものかの大きく二つあります。どういうことかというと、ノートパソコンというのはもともと無線の受信機が備え付いているんですね。ですから、別途無線の受信機というのを備え付ける必要はないんです。でも、デスクトップパソコンにはもともと無線の受信機は付いていないんですね。 ですから、無線の受信機を別途備え付けなければいけないんです。この無線 LAN ルーターでデスクトップパソコンに対応しているものであれば、無線 LAN ルーターとは別に、デスクトップパソコンにブスッと刺す無線の受信機が一緒にくっついてるんですね。ですから、ご自宅のパソコンがデスクトップパソコン、もしくは複数台あって1台でもデスクトップパソコンがあるのであれば、デスクトップパソコンにも対応した無線 LAN ルーターを買ってください。 ここで無線 LAN ルーターについて文字でまとめておきます。無線 LAN ルーターは2種類あります。1つはデスクトップパソコンに対応したもの。もう1つはデスクトップパソコンに対応していないものですね。ですから、ご自宅のパソコンの種類に合った無線 LAN ルーターを電気屋さんで買ってください。そして、その無線 LAN ルーターのメーカーとしておすすめなのがバッファローか Io データですね。以上が無線 LAN についての解説でした。